今年大学卒業したばっかりなんですけど、まあ、今年の3月卒業ってことですよね、はい、3月卒業です。24新卒っていうことですよね、はい、暮らしのマーケット大学に出ているような出展者さんの動画を見て、はい、あ、こんな人たちになりたい、自分も暮らしのマーケット出展して活躍したいなって思ったのがきっかけですね。高校生ぐらいの時からずっと起業して自分の会社で仕事をしたいっていう夢があったんですけど、はい、まあ、自分の夢を暮らしのマーケットに叶えてもらったんですよね。暮らしのマーケット大学です。今回はお久しぶりの急上昇のプロに聞けのコーナーです。お話しいただくのはこちらの方です。ライフサポート曽木昌司、曽木と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。曽木さんは兵庫県を中心にハウスクリーニングのカテゴリーで活躍されている店舗さんなんですが、はい、ご出店はいつですか？今年の4月1日から出店になりました。おー、もう今6月なので出店したてほやほやということですよね、はいはい、です。はい、すごくお若くお見受けするんですが失礼ですが、はい、おいくつですか？今年23で今22歳ですね。わあ、お若いです、はい、若いながら、はい、予約が今出店して間もないんですがすごく伸びているということで、最近のご予約の状況というか、はい、予約の件数の推移とか教えていただけますか？4月1日から仕事始まったんですけど、まあ、最初は2日に1件ペースぐらいで入ってて、うん、でそこから1週間2週間ちょっと仕事が入らなかったんですけど、はい、まあ、コンサルティングの方とかと相談してページのいろいろ改良を行った結果、4月20日ぐらいから、はい、1日2件から3件ぐらいのペースで予約が入りまして、4月はちょっと時期も遅かったんで20件ぐらいになりまして、はい、で5月はまあ大体30件で、6月、まあ、まだ中旬なんですけど、はい、これから入る予約数全部含めて40件ぐらいになりました。もう順調に右肩上がり、はい、右肩上がりでっていう感じですよね、はい、そうなんですよ。出店に至るまでの経緯というか、はい、きっかけを教えてください、はい、今年大学卒業したばっかりなんですけど、まあ、ちょうど大学の時にそういうお掃除の、はい、まあ、アルバイトみたいなのをしてて、対面でお客さんとこう仕事するっていうことがなかったので、まあ、そういう仕事をしたいということで、まあ、この暮らしのマーケット大学っていうのを発見して、はい、まあ、そこからいろいろ学んでこう出店しようって感じで決めて、今年の3月卒業ってことですよね、はい、3月卒業です。24新卒っていうことですよね、はい、そうなんですよ。からすぐにもう4月から出店ってことですか？そうですね、はい、独立ってことですよね。独立ですね、はい、怖くなかったですか？卒業して多分周りの友達とかは、はい、まあ、就職っていう選択を取る方の方が多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、大学で勉強してたことと何かこう近かったとか、はい、そういうことってあるんですか？まあ、むしろ逆で、まあ、どっちかっていうとあんまり大学をものにしてないような感じで、はい、まあ、友達にもこうもちろん、はい、いや就職した方がいいよっていう感じでめっちゃ止められたんですけど、まあ、止められると逆に余計にしたくなるっていう変な性格が出ちゃってそれでも暮らしのマーケット大学を見て、はい、ずっと勉強したっていう感じですね。大学自体ではどんなことを勉強してたんですか？大学自体は関西外国語大学っていうところなんで、まあ、そういう英語とか中国語の勉強してたんですけど、はい、全く違うんですよね。本当にそうですね、はい、その大学在学中にいろいろと起業の準備をされていたってことですけど、はい、集客にあたって、まあ、いろんなサイトとかいろんな方法があると思うんですが、はい、どうやって暮らしのマーケットにたどり着いたんですか？もともと自分でこうチラシを配ってとにかくいろんな家に行ってこう配りまくるっていうことをしてたんですけど、それ在学中に、ね、在学中ですね、はい、でも全くこの予約が来ない感じで、まあ、ちょっとこう半ば諦めというか、はい、断念しそうになってたんですけど、まあ、どうしても諦められなくて、うん、まあ、そういう集客の方法とかを、まあね、いろんなネットやったり YouTube とかで探してた時に、はい、この暮らしのマーケット大学っていうのを発見して、こう暮らしのマーケット大学に出ているような出店者さんのようないろいろこう動画を見て、はい、あ、こんな人たちになりたい、自分もこう暮らしのマーケット出店して活躍したいなって思ったのがきっかけですね。わー、嬉しいですねYouTube きっかけで暮らしのマーケットを知ったってことですか？そうですね、はい。わー、嬉しいですね。ちなみにその YouTube に出てる出店者さんでこう印象に残ってる方というか、あ、いますか？やっぱりパッションクリーニングの手塚さんですね。僕もあの人の動画をもう見て学んだみたいな感じなんで、はい、すごいでかいですね、はい、ですね。手塚さん見てますか？嬉しいですね起業をしようと思った、はい、まあ、きっかけというか何かエピソードとかってあったんですか？まあ、自分の自宅に友達をこう呼ぶことがよくあったんですけど、はい、まあ、自分がその、まあ、潔癖っていうこともあってか、もう毎日絶対に掃除をしまくるっていう変な癖があったんですよね。でこう友達にちょっとお前驚異的なぐらい綺麗好きやから、はい、ちょっとそれを仕事にした方がいいよみたいなのを言われて、まあ、ちょっと確かにみたいな、確かにちょっと変なぐらいちょっと掃除するのが好きだったんで、
まあ、それはちょっとありましたね。それでじゃあ掃除を仕事にしてみようかなとしてみようかなっていう。あ、友達もびっくりしてるでしょうね。まさか本当にやるとはと。まさかって思ってると思います。そうですよね、はい。でもじゃあそれで出展されて、はい、具体的にどういったところを意識してページを作られましたか？コンサルティングの方に、はい、まあ、曽木さんは人柄がいいからそういう部分を前面に出していった方がいいよっていう声を、まあ、いただいたんで、まあ、どういった、まあ、人が来るのかとか、はい、ちゃんと仕事頑張りますっていう雰囲気が出てるのかっていう部分をまずサービスページに反映して、やっぱお客さんが一番不安に思ってるポイントっていうのがやっぱりどんな人が来るのかとか、はい、まあ、本当にそのちゃんと仕事をしてくれるのかどうかっていう部分が一番不安だと思うんですけど、はい、暮らしのマーケットってやっぱ顔写真だったりとか、ね、どういう人が来るのかっていうのを全面的に出せるようなページになってるんで、あの僕が伺いますよっていうこの写真と、はい、あのやっぱしっかり仕事してますよっていうそういう、こう写真とかを入れましたね。曽木さんのサービスページ実際に拝見してもお写真、はい、印象もいいですし、あとこの自己紹介のプロフィールの画像だったり、こういうのもご自分で、はい、あの、そうですね、文字入れとかして作られたんですね、はい、すごい工夫して作られてるなと思って、はい、例えばこう大手で経験を何年積みましたとか、はい、実績が多い方が強いイメージがあるんですが、その点で言うとちょっと曽木さんはそこがまだお若いので伴わないってところがあるかもしれないんですが、 そうですよね、そこはどういうふうにこうアピールというか、はい、ページでお伝えしてるんですか？やっぱそのコンサルティングの方に言われたのが、はい、やっぱり若いっていうのと、まあ、本当にその頑張ってるんだっていうのをちょっとアピールしてほしいっていうのを、まあ、そういうふうに言われて、まあ、今年大学卒業したばかりで起業しました、頑張りますっていうようなその自己紹介文とかを入れたりしたら、やっぱそのお客さんからしたらこう応援してあげたいなっていう気持ちで、まあ、そういう意味を込めて予約してくれる人とかもいっぱいいるので、それがでかかったと思います。それはじゃあ逆に強みになってるっていうことですよね。そうですね、はい。実際にお客様からも頑張ってねとか、はい、そういったような言葉っていただくこと多いですか？はい、すごく多いですね。あとエアコンクリーニングとかを、はい、まあ、また時期が来たら予約するので頑張ってくださいとか、そういうこう次の予約につながるような応援とかももらったりしてすごい嬉しいですね。今じゃあまだエアコンクリーニングのカテゴリーは公開をしていないですよね？そうなんですよ、公開してなくて今ちょうど講習受けてて終わればそう出せるって感じなんですけど、勉強中ということですね。勉強中って感じですね、はい。でもじゃあハウスクリーニングだけでも、はい、今実際に伸びていて、はい、でさらにエアコンクリーニングでもお客様が予約入れたいよって言ってくれているって言ってくれてるって感じです。嬉しいですね。嬉しいです。暮らしのマーケットに出店するにあたって不安とかはありませんでしたか？たくさんありましたね。あのそもそも経験がむちゃくちゃ少ないっていうので、うんうんうん、やっぱ何をしたらいいかっていうのもわからないし、はい、失敗したらどうしようとか、うんうんうん、そもそも何が正解なのか不正解なのかっていうの全くわからなかったんで、こうどうしたらいいかっていう感じだったんですけど、やっぱ暮らしのマーケット大学で、まあ、あのいろんな出展者の方が情報公開してるんで、はい、そういう人のいい部分とかいろいろ見て、やっぱここまでもう見て学んだら大丈夫だろうと、あとはこう自分の色に染めてこう自分なりに頑張ってみようっていうのがあって、それで乗り越えましたね。なるほどですね、はい、起業するにあたってお掃除業界でお仕事するにあたってフランチャイズとかに所属するっていう選択肢も一、はい、つあるんじゃないかなと思うんですが、それをせずに、はい、ご自身で仕事されてるのはどうしてですか？まあ、企業やったら自分の実力で集客できるんじゃないかみたいな、うんうんうん、まあ、自分の実力が出るよっていうのを友達に言われて、実力出るんやったらそれはもう自分の会社で頑張りたいっていうのがでかかったです。実力で勝負したいということですね。実力で勝負したかったですね。まあ、これから暮らしのマーケットに入っていこうかなと思っている方に伝えたいことっていうのはありますか？はい、自分が高校生ぐらいの時から、まあ、ずっとこう起業して自分の会社で仕事をしたいっていう夢があったんですけど、はい、やっぱなかなかその夢も思うようには叶わず、まあ、断念しそうにはなってたんですけど、まあ、暮らしのマーケット出店してありがたいことに忙しくさせてもらって、無事開業もできたんで、この自分の夢を暮らしのマーケットに叶えてもらったんですよね。不安とかももちろんあるんですけど、まあ、暮らしのマーケット大学がそういうプロの出店者の人の話っていうのをいろいろ公開してるんで、そういう動画とかを見たら、まあ、勇気もらえてそのまま出店できると思うんで、なんかそういう、こう不安とか、まあ、もちろんあると思うんですけど、はい、そういう、こう動画とかいっぱい見て乗り越えてもらったら出店して、仕事もらえると思います。はい、そのポジティブさ前向きさっていうのはご自身のどういったとこから来てると思いますか？やっぱりそれもファッションクリーニングの手塚さんだったりとか、はい、まあ、いろんなこの、ね、出店者さんがいる中で、はい、そういった人を参考にしてるとみんなやっぱり自信持って仕事してて、うん、やっぱ何よりご自身で仕事を楽しんでるっていうのがやっぱり見えるんですよね。やっぱりその仕事仕事っていう感じより本当に楽しく
自信を持って仕事してるっていうのが伝わってて、やっぱ僕もそういうふうにこう自信持って、かつこう楽しんで仕事をしたいなと思ってて、やっぱそこは意識してやっぱりもっと前向きに、あと元気に楽しんでやっていこうっていうのはあります。お仕事楽しいですか？楽しいです、めちゃくちゃ出店者の皆さん見てますか？素敵ですね、嬉しいですね今後曽木さんの暮らしのマーケットでの目標というか、はい、どうなりたいかみたいなイメージってありますか？暮らしのマーケットってこう年末に暮らしのマーケットアワードっていうのがあるじゃないですか、はい、まあ、そこにもうめちゃくちゃ出たいっていうのが目標ですね。そういうところでノミネートされて、自分も表彰台に立ってみたいっていうのがもうめちゃくちゃでかい目標ですね。はい、もう伝わってきますねフレッシュですね、はい、私もアワードの会場で曽木さんにお会いできるのを楽しみにしています。頑張ります。これからも応援しています。アワードノミネートされるように頑張ります。頑張ってくださいありがとうございますこの動画がためになったよという方はぜひいいねボタンをお願いします。コメント欄に感想や曽木さんへのエールなどぜひ書き込んでいただけると嬉しいです。これからも皆さんのためになる動画をたくさん配信してまいりますので、チャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。